撮影日は2020年10月18日、目の前に見えてます三井 E&S 造船多摩の幹線工場にて、来月11月に海自の新型艦艇 FFM が進水することとなっています。なもので、どれぐらいできてるかなと思いまして、ちょこっとですね、多摩のまでやってきていました。あそこにいるのは高波型護衛艦4番艦さざ波です。綺麗なんでね、多分年次検査明けだと思われます。で、あれが今年の1月に進水した響き型音響測定艦3番艦の秋になります。来年の3月にね、収益予定となっています。で、練習艦の瀬戸行きです。最近クリで見かけないなと思ってましたら、こんなところにいたんですね。そしてあそこに見えるのが FFM です。あそこに見えているのがマストです。まだね、土台部分が見えてるんですけど、あそこにね、鉄板を張って OPY2 多機能レーダーという最新鋭のね、レーダーがつく予定です。で、まだ現在はついてませんが、そのマストの上にですね、さらに円柱状の多機能通信アンテナがね、つく予定になっています。白い覆いの隙間から艦尾が見えてますね。あの艦尾にはですね、ウェルドックという船をね、こう艦内に引き入れるための大きな扉がついてるんですけど、見えませんね。まあね、建造中の船ですから、そうね、見えるもんじゃないですよ。それでは、そういうことでこの動画も終わりたいと思います。残念な状態ですけどね。ご視聴ありがとうございました。また。天下のアホな子、藤原さんがこの程度で引き下がると思ってか。あの山に登ったら、とっく見えるんじゃねえ。というわけで、登山開始です。今回山に登る予定は一切なかったんで、準備も何もしてなかったんですけどね。バッグに適当にカメラを詰めまして、で、こう三脚を一本背負って、で、山を登り始めたわけですよ。最初の頃はね、まだコンクリートで舗装されたそれなりの道だったんですけど、すぐにね、ご覧のような山道になりましてね、舗装もされてない、人一人通るぐらいのね、幅にこう草が刈ってある、そんな道だったんですけどね。そんな道をね、わっさわっさ登ってましたら、赤いお堂が見えてきました。で、このお堂の先の方にはたくさんお地蔵さんがね、並んでいたんですけど、どうやらこの山ね、地元の人から、ミニ四国88箇所巡りの山としてね、こう登っておられる方がいるんだなということを思ったわけですね。この山の名前まだ言ってませんでしたね。大仙山と言います。標高120メートルです。この山ね、風化花崗岩でできた山で、でね、足元がかなり悪いんですね。ジャリジャリしてるというか、滑りやすいんですね。それで本当ね、一部道がもう崩れてるような場所もありましてね、本当に登りづらい山でしたね。しかも道の両側にはこう草とか竹とか生えてましてね、本当ね、人一人通る幅の道しかなかったんで、歩いてて爽快感がないという、まあね、あんまり登って楽しい山じゃないなみたいなことを思いましたね。15分ほどで山頂まで登ってきました。さて、 FFM は見れるのか。ほい、これが海自の新艦艇 FFM です。かなり出来上がってますね。
これだったらね、11月中の浸水というのも可能だと思います。話に聞くところによると、長崎の三菱重工長崎造船所でも FFM の建造を行ってるんですけど、どうもね、あちら工事が遅れてるようなんですね。建造開始自体は長崎の方が早かったんですけど、どうも浸水するのはね、こちら玉野の方が早くなりそうです。そんなことで、今回のこの動画は FFM を見れてよかったなということで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また。